行こっか。これね、普通に喋っていい。うん。全然。カツがいっぱい。ゴミもいっぱいいる。ゴミ漁りだな。空のネズミっていう人も結構いるから。ケンタッキーのさ、鳩があるの面白くない？鳩の近くに。悲しいね。悲しいね。ゴミが。東京はでも全然ゴミが少ない方だから。そう。いやこんな大都会でもこれだけゴミがないのすごいよ。あ、そうなんだ。むしろなんか日本の里山の方が汚いし。海辺とそうだね、海辺とかゴミの放棄がね。そう。できればしたくない。めんどくさいから。そうだね。あとなんか、うん、しない方がなんか全体像が 見せられるという。あ、これ信号待ちはカットする。2倍によるじゃあメインの距離こっちの方が日当たりが良さそうだよね。寒いのちょっとやる。全然土地感がないから頼んだ。大丈夫。結構来るの。まあ、先週来たな。うん。近いし、うん、あと、ね、そっからやったら全然近いもんね。この間動物園の年パスを買っちゃったからさ。動物園年パス。うん。なるほど。1400円ぐらいかな。じゃあもう結構行ってるのか。あ、いや、この間初めて行った。初めてか。うん、そっかそっか。年パス買うぐらいだったら通わなきゃいけないの。そうだね、月1ぐらいで行こうかなって。うん。平日なら人も全然いないし。うお、動物園。うお。うん、結構ね。クリスマスツリーかなんか。あ、すごい。あ、で、バッグが止まってる。あ、なんか暴れ出した。元気になったね。うん、元気になった。あ、寝たかな。あ、元気になったかと思ったら。いや、起きてるな。起きてる、起きてる。こういうなんか、ベビーカーでちょっと揺れがあるとよく。そうそう、なんかね、止まると泣いちゃうんだよね。止まると泣いちゃう。そう、揺らせ。動きがないぞ。怒るんで。シビアだな。そうなの。マスクもいらないか。うん。暑いね。なんかどれぐらい着込もうかなと。いや、そんなのいいんじゃない。結構今のところはこれぐらいでいいけど、日陰入るとちょっと慣れるけど、うん。ここは通れるか。うん、そうそう、ここ
逆にここしか通れなくて。あ、そうなんだ。スロープがここにしかないんだよね。なるほどなるほど。もう公園だ。あ、減ってる ね、 ね。色は綺麗だけど。あ、なんかね、あっちの方が結構まだ残ってて。そっか、桜の木は結構葉っぱ落としてるけど、モミジとかはまだだね。まだ。もうお店向かう？行こうか。うん。よしご飯食べよう。あ、ここ綺麗。このパリの、ね、乗ったことある？クイーボートはすごい昔とか。いい香り。うん、行くか。先週に来た時より人が全然少ない。今日先週も平日。あ、そうそう、動物園が休館だからかな。あ、あ、ここなんだ、動物園。ほんとね、そこに、あの、2つあるんだよね。2つあの、陸の動物と、はいはいはい、水の動物で。うん。優雅だね。もうちょっとなんか広く、もうちょっと広かったら さらにいいよね。ボート乗るんだったら。そうね。大丈夫？大丈夫？鳥が結構いっぱいいるね。うん。何かしらがいるね。今の声は犬だったのかな。この子なのかな。うん、その子だったね。あ、ここら辺にあるお店が。あ、じゃあもうちょっと渡ってっていうか、うん、私は多分昔は公園馴染み入ったことなかったかも。あ、そうなの。仕切ったことがあるぐらいかな、ジムで行くときとか。結構ね、一周すると広いんだよね。うん。
あれかな。あ、あれだ。あれっぽいね。ここもいい。綺麗だね。うん。そこにちょっと白鳥がいるけど、動物の中。動物園。うん。あ、もしかしてあれ並んでる？うん、なんだ。あ、そう並んでるね。並んでる。ここ人気なのか。あ、ストーリーリア来る。ワイプマン。うん。どっち行く？並んでみるか。そうだね。どうしようかな。ちょっとそこでそこまで待って。いや。ねえ。ねえ。変なもの向けられてる。カメラだ。カメラだ。GoPro だ。ゴープロだ。笑いな。笑って。笑って。笑って。ほっぺつついたと、ね、つくと笑っちゃうんだね。俺つついてる。渋い顔された。つきが足りない。足りなかった。ね。母ちゃんだ。母ちゃんだ。母ちゃんのつきじゃないとダメだった。ビビビビビビね、好きすぎか、ビビビビビビ、やだ楽しい楽しいね、ね、うん、どんなゲーマーに育つんだろうね、プロゲーマーになるかね、FPS でな、バン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 人撃ってな。母ちゃん怖い。怖くなっちゃったか。そうだな、せいぜいスプラトゥーンだな。よし、行こう。行こう。ルートは任せするよ。じゃあ、こうルート回ろうか。OK、OK。東京に来てた秋あんまり出かけなかったかも。紅葉は全然にあんまり見れなかったのよね。鶴は綺麗だった本当。し、東京で見た紅葉本当にせいぜい近くの小川植物園とか。あそこはすごい綺麗だけど。見つけた。
ん？これは小さい秋を見つけた。有名な秋の童謡。ねえ。鳥がおるな。あれだとだいぶこうなんか飼ってるやつ？うん。うん？なんか。うん。カルガモと。もうね、葉っぱの上ダメだったのか。ガタガタじゃん。ぐるっと行こうか。なんか遠くから見たら綺麗だけど近くから見たらコンクリートだったパターン。あれ工事しなければ綺麗なんだろうな。ああ。前の外線だ。いいんじゃん。それだ。それかなんか、茶屋かなんか、あーいいね、こうさ、火が反射してさ、そう、みんなもね、上から撮っても、水の中から撮ってもすごい綺麗。水の中から。そう、下からも反射があるから。はあ、あ、それ防水？そう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 。海撮ってたもんね。そう。ああ、なるほどね。いやもう本当に水面中の水面下の反射も、うん、綺麗だろうね。いつも意識しないけどすごい綺麗。遺跡なんだ。2月上旬まで修理。もう1時になる。ちょっとぐるっとしてみる。してみよう。あ、ここだけ切り取ったらすごい綺麗。ね。このなんか池に映るモミジと輪。ゴミが浮いてない。ゴミが浮いてないし。うん、大フォースだ。本当だね。もともとは仏教のシンボルかね。ドライフォース。うん、だってこう、どう見てもドライフォースだよね。そうだね。ぐるっとするとこはあんまなかった。ね、ああ、かっこいい。うん、このそう、うん、切り取りが、ね、切り
鎌倉の寺とかも結構あれ見るけど、フライフォースな。そうなんだ。で、共通なんだね。そうだな。ウカの神かな。蛇のおっさん。おお。いた。確か、お金の神様の一人。あ、そうなんだ。だから銭洗いなんだ。うん。ウカの神かな。取れるかな。取れるか。ちょっと見る。怪しい。これ。ない。これで。若干無理やりだけど、いけたね。ここも綺麗だね。ああ、これ小銭を洗うんだ。ああ、なるほど。別に洗わなくてもいい？そうだね。あ、ちっちゃい。ちっちゃいお嬢さん。ちっちゃい。赤ちゃんのお嬢さんだよ。こいつね。修復作業ちょっと残念だね。何が？あ、これね、そうだね。見たかったな。もうだいぶ進んでるようには見えるけど。また来年の2月以降だ。なんか面白いのないかな。あ、うまいね、絵が。ずっと元気でいたい。こういう道だと結構筋トレになるね。そうだね。ベビーカーを押せな。まだね、軽いから。うん。もうちょっと重くなったら大変だもんね。
そっち行くとジブリの美術館も、750m って結構遠いんだね。そうだね。ジブリの美術館最後行ったのはいつだっただろう。東京に来てから行ってないのかもしれない、逆に。そうなんだ。まだ行ったことない。あれがおすすめだよ。広かった？広くはない。あ、そうなんだ。けど、うん、見事な映画すごい。特に、そこでしか見れない短編アニメとか。そういうのも見れるんだね。うん、アニメの概念を広げて、うん、その立体物を動かして光の中でアニメを作るみたいな、カラクリアニメみたいな。アニメすごい楽しいし、なんかチケットローソンでしか買えないというなんであれがもう全予約制だからね。あ、じゃあフラット行けないんだよね。フラットは行けない。ちゃんと日にちを決めていくべきなんだけど、大丈夫かい？さっきのガタガタの道がなくなっちゃったからね。つまんないよ。ガタガタがいいんだよね。ガタが足りないのか。あえて言うですか。え、えのき？えのき。えのき。キノコのえのきだけだから。そっか、えのきだけどね。でかいえのきだ。ちょっと寒いね。そうだね。井の頭駅自然再生の取り組み。あ、カワセ見える。なんか捕まえてるね。カワセミ。これも何年ぶりかな。すごい鮮やか色が。うん。赤ショウビンは見たけど、去年の表島で。でもカワセミは数年ぶりかな。すごい。エビだね、捕まえてるの。あ、飲み込めた。おめでとう。綺麗な色。うん、このなんか近くからしかもゆっくり見れるのは初めてかも。いつもなんか川で一瞬飛んでるのを 見るぐらいだったかも。全然逃げないよ、人がいるのは慣れてるんだろうね。
んじゃった。結局向こうまでだけど。うんね、綺麗に飛ぶね。今も水が来ようかな。あらら、またいた。もう一匹だったのかもしれないけど。何が？カワセミ。カワセミまた。うん、なんかね、水に飛び込む音がしたよね。うん、一応なんか逆光で、うん、あの落ちてくるの、うん、なんか黒い何かしか見えなかったけど。すごい何か。出てきたらちゃんとカワセミの中だった。もうなんか5メートルぐらいの高さから水に飛び込む感じだったから、うん、すごいね。もう分かんないけどかなり高かった。5メートルはないか、3メートルぐらいかな。それでもすごいね。ね、結構高い。
願いします。カタカタだよ、カタカタだ。ニーロニーロニーロ、痛くなった、うん、落ちちゃったか、寝ろ寝ろ、はい、サイドは正解。セルの写真部で何のことやってた。白いレッスバン、そう、卒アルの時とか、うん、あと大体毎年1回はモデル撮影会とかも、さあモデルって誰がなる、呼ぶの、一応プロの、そうなんだ、そう、なんか写真部の顧問みたいな人が、うん、連れてきてくれた、ピカチュウだった。ポケモン好きだもんね。ポケモン好きにさせるからね。ポケモン好きにならなかったらどうするの？喧嘩するね。強制的にポケモン好きになるね。ポケモン好きじゃない子、うちの子じゃない。帰ってくるな。親の無条件の愛はどこ行ってる。悲しいね。ここは増えていくことで、うん、どうする、あっちの方行ってみる、あっちの方行ってみるか、ボート多い池。こっち側だとボートが見えるね。
鳥の池の方が好きかも。本物の、ね、本物のここもいるけどね。そうだね、びっくりしないんだ。なんか結構近くまで鳥寄ってきてるけど、慣れてんだね。鳥の方が早いし。カタカタが足りなくなった。言語の使えない人の、うんうん、なんかどうやったら思いを伝えるのかっていう、そのなんかうまく伝えられなかった時の中でどうしようって赤ちゃん、そう、赤ちゃんでもなんか例えばなんだろう、人になんか考えてることをなかなか伝えられない、うん、でなんかすごいストレスになるよね。そうだよね。最初泣くしかできないもんね。うん、泣くか笑うか。落ち着いた。この程度のガタガタで俺が泣きやむと思ったそう、俺が落ち着くと思ったのか、俺が納得すると思ったのかまだまだ甘いんだよ。人が近いね。さすがにびっくりするかな。びっくりしたね。ごめんね。
でもここぐらいまでしか来たことないけど、もうちょっと向けてみる、まあね、もうあるんだろうね。せっかくなのでちょっと行ってみよう。公園の中に一軒家で、ん、一軒家、公園の中に、公園の中の一軒家、そうなんかね、立ち退きを許さなかったらしいいやでも正解だねいいよね、うん、駅から近いしさ、駅から近いし、静かだし、公園の中に、公園の中に住めるっていう、ね、はい、どうぞうちの周りに公園を建ててください私はここからどきませんのでそうしたいわ私だってそうする、うん、ねね、ね、中に入ったらいいね。大丈夫だよ、ホームレスになったら住めるからね公園に住めるからね。あっ、すいません、ソウル電車来るわ。懐かしい。そうなの、する東京に出るとき結構京王線使わなかった？昔は線じゃなかったけど、ね、バス派だったからな。あー、はいはい、バスもね予約とかちょっとめんどくさかったから。そうなんだよ。ここまで来ると、うん、あ、駅なんだ。てか広いな。どこまで広いんだこれ。どこまでだろうね。うん、ここも綺麗だね。ね、落ち着いてていいわ、うん、あえて砂利道を歩く。ちょっと揺れすぎたでもこれぐらいの揺れがね、いいのかな。どうか。落ち着いた。政治文唱えちゃダメだよ。そうだね。圧力がかかって。そう。緊張して寝れなくなる。あ、嫌いな、うん、ガタガタが良かったのか。前ガタガタ行くぞ。
今ピクニック、ね、そういうところでね、大変だ。マットがあるぞ。おお、端まで来てるね。ほぼ端だ。ここら辺で U ターンしますか。夕焼け橋。なるほど。ああ、確かあの駅のとこは通れないね。多分。これ切れないか。ここた、ここなんか行けないかな。階段になってるようには見えた。確信はないけど。そしたらちょっとグルッと見て。うん。ただのスロープだったらいいんだけど。ね、ちょっと階段だったら好きな道戻るかな。うん。出なきゃいけないね、ここ行くんだったら。でもベビーカーに優しい世の中だと信じている。ああ、ここ5年ぐらいバリアフリーがだいぶ進んでるしね。そうだね、これに期待だ。大丈夫そうだね。そうだよね、自転車も通るもんな。反対側からこっちの道があるのはちょっと見づらかったかな。ネズミがいる。そこの、そこの一番隅っこにネズミがいる。一番上上。もう絶対映んないけど、もう見えない。あ、いるいる。なんか一番奥になんか板みたいなのがあるじゃん。ブロックみたいな。そこの横になんか黒い何かが。あ、なんかいるね。ネズミ。まだちっちゃくて可愛いほら。いい感じにガタガタして。お、やったね。ちょっと向こう側はこの道のは見えなかった。分かんなかった。いいな、味があって。うん。OK。
そうですね。眩しいそこ。任せするよ。じゃあ新しい道行くか。オッケー。どこの線違い。あ、はい、いる。右かとったら。出てきた。はい。美味しいものあるかな。食べ物探したんだ。わからないね。公園のカモはそうだよね。来た来た来た。結構寄ってくるよね。何食べてんだろう。何拾ってんの。ね、あら。もう慣れちゃってる。慣れちゃってる。
オスガマも見かけないね。何だ？オス。ああ、でもこういうなんか地味な色してるやつはほとんどの種はメスかヒナだと思うんだ。エクリプスっていう毛の生え変わりの時期だからかもしれない。ああ、あの2はオスかな、種が違うと思うけど。多分さっきのと違う種だと思うけど、一時期鳥の名前めっちゃ覚えたんだよね。もう一時期というか、中学生、高校生ぐらいの時ね。これ、わかる？いや、日本語名はわかんない。スウェーデン語でなんていうの？スウェーデン語は忘れてる。当時は覚えたんだ。当時は結構あの鳥の名前を覚えてた。野鳥観察とかハマってた時期があって中学生はやっぱりカモとかよりは猛禽類とかの方がそうだね、興味惹かれるから。あれなんだけど。あれ道どうなってんだよ。あ、ここ階段登らなきゃいけないのかな。なるほどね。こういうことね。大丈夫そう？うん、軽いとか。力持ち。今でも俺も気になる鳥とかあれば結構名前を知れること覚えちゃうことはあるけど。調べるの難しくない？結構、まあ、職場が図書館だから。そうだよね。あとインターネットも結構いろいろ情報あるから。あ、ハト、ハト、キジバトだっけこういうの。そうだね、首のあの模様が、羽の模様がちょっと綺麗な、よく見るやつだけど。